75層の階段を登ったらログアウトできるかもなんてちょっと期待したんだけどな。なんでクリアになんないんだよ。くそ。今76層だろ。まだ上に24層もあるんだぜ。空気悪いな。ログアウトしねえし、あのバトルの後じゃしゃねえか。待てよ、もしかしてメニューの中にログアウトのボタンが出てきてるかもしれねえぞ。ダメだ、やっぱログアウトのボタンなんか復活してね。ん？なんだこれ。なんか俺のアイテムの名前が文字化けしちまってんだよ。どうなってんだこりゃ。俺様が必死こいて鍛え上げたスキルデータが！スキルはいくつか消えたりしているけど、レベルの方はなんとか無事みたい。でも、これってどういうこと？団長、ヒースクリフを倒したことでシステムに不具合が出たのかな。おい、こっちでも問題発生だ。転移結晶の動きが普通じゃなくなってるらしい。おいおい、まだ続くのかよ、この意味のわからない現象がよ。なんでも下の層に転移できなくなってるみたいだ。は？下に行けない？なんだなんだ？何がどうなってやがんだよ。俺に聞かれてもわからねえよ。必要とは考えにくいよな。そんなことをする意味がわからねえし。ああ、それならよ、今来た道を歩いて戻ればいいんじゃねえか。いや、それもダメらしい。そもそも今の話は下のボス部屋の入り口が閉まったままだったことを不安に感じて転移結晶を使ったやつからの話なんだ。そんな、ねぐらにいろいろ置いてきちまってるのに取りに戻れねえじゃねえか。ちくしょう。こんなバグだかなんだかよくわからねえ状況でゲーム攻略を続けろっつうのかよ。チキショー。
なるんだよ、これから。終わったと思ったのによ。システム障害、なんかの間違いで突然体力がゼロになったりしないよな。そんなことあってたまるか。キリト君、キリト、そうだよね。私たちの目的は SAO をクリアして現実に戻ることなんだから。でもこの上にまだ24層も残ってるんだぜ。しかもシステムも不安定だし。まあそうかもしれないけど、でもどうなんだ実際。そりゃそうだよな、こんなとこで落ち込んでてもしゃあねえしな。よし、悩んでても始まんねえ。キリトの言う通り、俺たちは先に進んでいくっきゃね。そうだよな、みんな。おみんな、クリアを目指そうよ。おお、そうだ、やれる、まだやれるぞ。一層から始まってここまで来たんだ、やってやろうぜ。おお、おお、おし、じゃあ一致団結したことで早速76層の町を目指して出発するか。なんでてめえが仕切るんだよ。いいじゃねえか、ほらさっさと行くぞ。よし、やってやるぞ。キリト君、君はすごいね。置いてっちまうぞ。キリト君、私たちも行こっか。みんなの、アスナの、そして俺の不安が消えたわけじゃない。ゲームクリアへとつながる細い希望だけを頼りに、どうにか前へと歩いている。あの時、
ヒースクリフは約束したはずだ。私に勝てばゲームはクリアされ、全プレイヤーがこの世界からログアウトできる。ヒースクリフ、カヤバが俺たちを欺いたとは思えない。あいつは倒され消えた。なのに俺たちはログアウトできず、それどころかゲームシステムそのものが不安定になってきている。本当に100層を攻略すればゲームはクリアされるのか。だがその不安を口に出すことはできない。キート君、76層の街が見えたよ。ああ、管理者にして唯一のゲームマスターが消え、アインクラッドはシステムという名の神の手にのみ委ねられた。今やクリアすればログアウトできるという保証はなく、それどころかゲームの終わりがあるのかどうかもわからない。しかしそれでも俺たちはこの新しい世界を探索し、戦い、先に進まなければならない。キリト、この層のアクティベート済ませてきたぜ。ああ、んで早速転移門や転移結晶を試してみたんだけどよ、どうやらこの町には転移できるみたいだぜ。そうなんだ、よかった。攻略する時も歩いて町に戻らないといけないのかと思ってたから。なるほど、ありえるな。新しくアクティベートした場所に関しては問題なく転移できると。これからも新しい層に行くたびに転移は試した方がいいだろうが、ひとまず今はその考えで納得がいく。他の奴らにもその辺の話をしておくか。ちょっくら行ってくるぜ。75層以下に戻れないんだったらまずは宿を確保しておきたいところだけど。また何かおかしなことが起こった？
やっと外に出られました。ゆいちゃん、本当にゆいちゃんなの？パパ、ママ、お久しぶりです。ゆいちゃん。また会えて嬉しいです。ちゃんと説明すると複雑な話になってしまうので、すごく単純化すると、この世界 SAO を制御しているカーディナルシステム、今そのカーディナルの処理能力の大部分が詳細不明のタスクに分かれているみたいなんです。はい、それと引き換えにエラー訂正機能が低下したので私が活動できるようになったんです。それってすごく非常事態みたいだけど。その通り、非常事態なんです。今すぐにどうこうということはないみたいですが。キリト、何ちんたら歩いてんだ。ってなんだこの子、どっから出てきた。パパのお知り合いですか。パパ、おいキリト、これはどういうことだよ。へえ、結婚すると子供まで作れるのか。そんなシステムまで搭載されているとはね。この子は下の方の階層に行った時に会った子で。関係してるのかな。そうね、
そうしましょう。それでいいよね、ゆいちゃん。はい。いや、お前らの子供って言われてもなんだか妙にしっくりくるからよ。ま、何にしたって今は階層を行き来できないんだ。親御さんと連絡つくまではしっかり面倒見ねえとな。俺様も力になるぜ。よろしくお願いします、クラインおじさん。お、なんかあったらお兄さんに任せな。また一緒に暮らせるね、ゆいちゃん。私もパパやママと一緒ならそれだけで大満足ですよ。大丈夫ですよ、ちゃんとお留守番してます。時間があるときはいっぱい遊ぼうね。はい、パパもママもよろしくです。それじゃあね。